Hey guys! モンスタージョン TV! 始めました、モンスタージョン TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあれだわ。みんなそろそろやっていきましょう。今回はでございますけども、空島最強ランキングやっていきたいなと思います。やはり空島の最強といえば圧倒的ウルージさん。思うわけでございますけども、言うて他にも強いキャラクターいろいろといますからね、そういったところも含めて今回お話をしていきたいなと思います。ちなみにこれでございます。グッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。ぜひともみんなガーッと思い切りしてくれたらなと思います。 OK ですか？ということで改めてやっていきましょう。空島最強ランキング、今回は5位からやっていきたいなと思います。第5位はガンフォールでございます。名前もめちゃくちゃかっこいいし、空の騎士でございますよ。ここで先代の神が入ってくるわけでございます。ガンフォール、やはり彼はね、もうその全盛期ではないですけども、ただそれにしてもめちゃくちゃ強く神官たちをね結構苦しめたわけでございます。修羅とやってあの戦いを見せるかということですごいかっこよかったです。まあ悟りとやっても同じ感じになるのかなというふうに思ったりとか、まあ神官としてはわりかし倒せるのかなっていうふうに思います。あと下脱もさすがに厳しいんじゃないかな。普通に怠慢でやり合ったらまあそこら辺も倒すのかなと思います。ただ一人だけちょっと怪しいのはねいるんですよ。まあ言うてその全盛期じゃないっていうところが結構響くところもあったりとかね、修羅ともいい勝負になってたんで、まあもろもろ考えるとまあまあ5位なのかなっていう風に思います。ただ全盛期はどうなのって言ったら相当強かったんじゃないですかね。その全盛期を見てみたいなっていう風に思うわけでございますけども、まあ彼はやはりこの歴が違うということで、その戦術もねいろんな手があるわけでございますから、アルデロの時は全然やれるでしょう。でそもそも空島っていうのは息がしづらい場所にあるわけで、身体能力っていうのは相当なものですよ。ルフィ君たちも最初はなんか動きづれーって言ってたじゃないですか。そこで普通に生活をしているということはもうすでにやべえなっていう風に考えられるわけでございます。そして続いて第4位でございます。第4位はオウムでございます。新刊オウム、スキンヘッドのハゲチャビンでございます。彼がここで入ってくるというね、まあだからね、彼がガンフォールと戦ったらどうなるのっていう風に考えていくと、まあちょっと見聞色マントラが結構強えなっていう風に考えられるところもあり、そこからの攻撃を見切られてでやられてしまうみたいなね、なんかそんなような感じがするんですよね。まああとはお犬様とのね連携がまたすごく良かったりとか、遠距離攻撃もあったりとか、わりかし大変、近づくのがそもそもめちゃくちゃ大変っていうね。でも近づいたら近づいたら結局は剣を使うわけだから、それはそれでやりづれえなっていうね。まあさらには試練を先に貼られてしまっていた場合はこれまた厄介になってくるということでね、あのすごい困るじゃないかなと思います。ということでここに入ってくるのがオウムでございます。まあ新刊の中でも一番強いんじゃないですか彼が。次に修羅なのかな。悟りは一番弱そうで、次に下脱が来て、下脱からの修羅、修羅からのオウムっていうような感じかな。ということで続いていきましょう。続いて第3位でございます。第3位はワイパーでございます。戦士ワイパーがここで入ってくるというね、やはり彼の身体能力っていうのも相当だし、めちゃくちゃ打たれ強いよね。エネルの攻撃を食らってもまあ後に立ってるわけでございますし、さらには彼何回リジェクトダイヤルかましたのって考えると、まあ、すごいよね。相当な数リジェクトをぶちかましても、まあ自分の体が完全にぶっ壊れず起きているっていうね、もうありえないから、一発打っただけで人間もうバラバラになるレベルのね、あの骨とかもう粉砕するレベルの技をぶちかましてるわけだから、まあそれを何回もやってるっていうところでは最強だなっていう、精神力がやばいっていう。でやっぱ戦いってその力の差だけが全てを言うのではなくて、精神力ってのはすごい大事なんですよ。なんかこっちが勝ってたとして、まあフルボッコにしたとしても、何度も何度も立ち上がってくるってなるとやっぱ不安になってくるよね。で体力的にはこっちの方があるっていう風になってくると、こっちの体力がどんどん落ちてくる。で最終的にはおにゃんずいっていう風にしばかれていくっていうね、そういったような展開も考えられる。その中でも精神力が大事ってなったら、まあ彼はそこは言うまでもないよね。でやはりこの武器リジェクトダイヤル、まあ思いっきりオウムの顔面にズドンとやれば終わりだよね。吹き飛ぶよねまあどこにやろうがもう一発食らった時点で相手は終わりですということで、まあオウムは厳しいのかなっていう風に思います。あとはバンバズーカもあったりとかね、バンバズーカで思いっきりドンぶち込んでいって相手が消し飛べばそれでいいし、消し飛ばずに突っ込んできたら、はいリジェクトダイヤルドーンって言って
こっちもえぐいダメージ食らうけども、相手はもう即死だよね。ということでワイパーはね、こういった感じで入ってくるわけでございます。そして続いて第2位でございます。第2位は我らがブルージさんでございます。まあ本来であれば彼は1位だよ。1位なんだけども、その普段のね、あの力っていうのは俺たちに見せてくれてるだけの力というか、本来であれば超本気を出せば圧倒的1位、ワンピースの中で1番ロジャーさんとか小指で倒せるレベル、それぐらい強い。もう空島からカイドウさんを突き落としてるっていうのがいい証拠でございます。そういったところを考えていても、まあブルージさんは1位なんだけども、ただそのそうしてしまうと、自分の本気を出してしまうとワンピースがつまらなくなってしまうから我慢してる。一応ルフィ君を温かい目で見ているっていうね、微笑みの貴公子と言われる男でございますから、おうおう好き勝手やりなされみたいな感じで親心で見ているわけでございます。っていうところでね、まあ、あの手加減をしまくった結果、まあ今の彼の力になるわけでございますけども、まあ2位なのかなっていうね。まあでもこれもね、すごい難しいところはあって、というのもその彼はビッグマン海賊団の小生一人落としているんだよね。落として、でそこからの軍団に、ビッグマン海賊団の軍団にまあ追われて捕まって戦ってるわけじゃないですか。でそこから逃げてるんですよ。逃げてるってことを考えると、どうやって逃げたのっていうね、クラッカーさんもいたりとか、いろんな奴らがいる中から逃げて空島で休憩してるんですよ。でその後にまあカイドウさんを落としたっていう、まあそれはそれとしてもさ、どうやって行ったのっていう。で少なくとも小生一人落としてるわけだから、懸賞金はまあ 7-8億クラスであるっていうのは考えられるわけでございますよね。まあ十分 7-8億はあると思います。っていうところでは、まあなんか、まあ、武装色は当たり前にあるだろうし、空島特有で見聞色は強いだろうしっていうね、なんかそこら辺ではだいぶ可能性があるなっていうね。ワイパーとウルージさんではだいぶ差があると思います。まあ普通に俺らが知ってる状況でもね、あの本気を出したバージョンじゃなくて、そういう風に考えるだけで、まあワイパーとは差がある。だけども1位はどうなのかなっていうね。まあ1位はエネルでございます。エネルとウルージさんどうなのかすげえ難しいんですよ。だからこの見聞色だよね、見聞色がウルージさんめちゃくちゃ強ければ、雷飛んできたら避けて、そこからの因果ザラシって思いっきりバコーン言うて、あのエミネムさんを吹き飛ばしていくっていう風にできるわけでございますけども、雷だぜ。だからその見聞色で避けれるのかなっていう、そのスピードが大事だよね。だからそのレイリーさんが光の速度に追いついたのは、見聞色プラス自分の身体能力じゃないですか。で彼結構でかいわけなんで、そう考えていくと追いつけんのかなみたいなさ、ところはあるよね。で雷一発食らったら終わりじゃないですか、普通に考えて。だからどうなのかなっていう、まあ武装前提になるわけだから感電するかはわからないですけどもね。でもどうなんだろう、武装したところでさ、要は鉄みたいなもんでしょ、思いっきりバコンやったとしても感電しそうだけどね。いやでも実体を捉えるわけか、だからそこの部分は発動しないで考えるべきなのかな。そうすると別に雷大丈夫なのか。まあでも言うてそれ一発も食らわずに戦えるって言ったら結構きついよね。一撃必殺でエネルさんをもうぶちのめさないとダメだよね。で瞬間移動みたいな感じで背中取られる可能性もあるじゃないですか。で思いっきり電気食らったら終わりだし、いやーきついね。やっぱ一発食らったらゲームセットっていうのが条件がハードすぎる。もちろん他のね、その新世界のやつらであればなんとかなるのかもしれないですけども、それこそカタクリさんとかね、あの身体能力もあって見聞色で雷もあごを来るなって言って避けて突って黒ぼっこにするみたいなのはできるのかなと思いますけどもね。また能力の相性とかもあると思うけど、いやールージさんきつそうだな。しかもよ、あのルージさんも成長してるわけでございますけども、じゃあエネルさんはどうなのって言ったら絶対成長してるじゃないですか。ルフィ君とやり合ってで、本来であればあれ勝てない敵ですよ。でも勝ったわけじゃないですか、なんとかその相性っていうところで。でルフィ君にやられて正解のやつらは結構やべえのはいるんだなっていう印象多分持ってるんですよね。たかが正解の猿がって言ってたけども、でも実際正解の猿にやられてしまった、で正解結構やべえやついるな、どうするみたいな感じになって、じゃあ鍛えるかっていうことで鍛えていってるのかなっていうふうに思うんですよね。そもそもが見聞色持ちなんで、さらにそれを極めていくとえぐいことになるなと。で彼の見聞色が強いですからね、彼の見聞色が強いんで、そういったところではなんかいろいろと広がりそうだなっていうふうにも思います。あとは彼が出てくるのかね、ワノ国で出るのか出ないのか、まあ僕は出ると思いますけどもね。ここまで散々言われていて、なんか出ないのかなっていうと
なんか出そうだなっていうね、時々の実もやっぱずっと言われていたもので来たわけじゃないですか。そういったところではなんか絶対ありえないでしょって言うかもしれないけども、エネロさんを出さない方がありえないというか、ここまであそこで出てきたキャラがずっとねみんなに支持されているっていうのは、やっぱ作品としてもね、後にもう一回出てきたら、ね、しかもそれがやっぱワンピース特有の味方として出てきたらすごい盛り上がるなっていうふうに思います。まあ仮にだから空島からねウルイさんが来て、で月から兵隊を引き連れてエネルさんが来たら、もう空のコンビでね和の国は沈むんじゃないかなっていう、思い切りライブをぶちかまして、でさらにはもうキングパンチにも勝るインガザラシをバーンやっていくみたいなね。ゾロ先輩が思いっきりピカぶった切って、最後キングパンチで掃除したわけじゃないですか。それ的な感じで、思いっきりライゴをドーンぶち落として、で、なんかバラバラになった島を最後にインガザラシでスパーン言って吹き飛ばしていくみたいなね。もう悪魔的だよね。島がもう粉も残らんっていうレベルになっていくっていうね。すごいことになるよね。だから、鬼ヶ島それで吹っ飛ばすんじゃないの。鬼ヶ島も跡形もなく消えるっていうね。でも多分鬼ヶ島は消えると思うよ。あれはもう負の遺産になるわけだから、あんなもんがあそこにあったら怖いじゃないですか。もしかしたらまだなんか生き残りの鬼がみたいなさ、やっぱ連想しちゃうんで、何かしらの方法で僕は鬼ヶ島は完全に消し飛ばすと思います。それが今言ったインガザラシとの合わせ技になるのかどうなのかっていうのは、まあウルージのみぞ知るということでね、何とも言えないですけども、まあこんな感じで今回のランキングはなっていきました。1位にエネル、2位にウルージさん、まあ本気を出せば圧倒的にウルージさんなんだけどもね、3位にワイパー、そして4位にオーム、そして5位にガンフォールでございます。ということでね、今回こんなに締めていきたいなと思いますけども、いかがでしたでしょうか。空島の最強ランキング、ぜひとも皆さんの思うところもコメント欄にエルトールっていう風にやってくれたらなと思います。やらねえかということで、今回この辺に終了していきたいなと思います。最後になりますが、ぜひとも皆さん、グッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタン、お忘れなくでございます。あと、やっぱね、今、ウイルスの件が全然落ち着いてなくて、で、やはりね、発表されていた数字がちょっと怪しいなということで、なんか数字がね、100台をずっとキープしてるんだけども、200台いかないんだっていう話で、そこからの、なんかね、抗体を持っている人たちが、なんかその 3% があだこうだって話も出てきて、そうすると感染率って、本当はもっともっととんでもないことになってるんじゃないのっていうふうになったりとか、で、ロシアが1日で1万人も一気に感染者が増えたっていうね、ここから世界中でそれが出てくるのかなっていう、アメリカでも抗体持ってる人が何パーセントになるイコールこんだけの人が実は感染してるんじゃないのみたいな風に言われ始めていて、日本もそろそろね感染者っていうのが1日100人100とかではなくて、もっともっと増えていくのではないのかっていうね、圧倒的にっていう風に考えるとやべえなみたいな。そしてどれだけの検査をして1日100平均なのっていうのがすごい大事だよね。検査数も出さないとそこら辺は何とも言えないというか、極論だけども、150人検査をして、で140人がアウトでしたっていう風になって、それで発表しているのであれば、いやいやいや、やばくねみたいな、10人だけが OK で他全部コロナのっていうね、そういった考え方をしていくと恐ろしいなみたいなね。なので結構やっぱね、今の時期でも出てる人いるんですよ。本当にもうやっぱそういう人はね、人にあらずっていう風に僕は思うんでね、無駄に出るのやめてください。仕事に行くとかはもう致し方なしだと思うけども、海に行っている、パチンコやりに行ってる、遊びに行ってる、バーベキューに行ってる、そんなものはアホでしかないですからね。それで誰かにかかってしまったらどうすんのっていうね、いろんなお金請求されてもしょうがないんじゃないのというふうに思いますけどもね。いつまで被害者ぶってんだっていうふうに俺は思いますんで、かかった流れもすごい大事ですからね。意図せずかかってしまったのであれば圧倒的被害者だけども、こんな状況でも遊びに行ってかかって誰かにかけてしまったのであれば、それは加害者でございますからね。それをなんか擁護するのも俺はずれてると思うんで、そこら辺のなんか履き違いっていうのはね、しちゃいけないのかなっていうふうに思います。とにかくそういうふうに今はね、めちゃくちゃ広がっている。変に遊びに行けば一発でかかる。僕の知り合いもそういった状況になってしまって、そこに行ったらかかってしまうかもしれない、だけども行かないといけないっていう、本当に大事な用があって、行ったらもう一発隔離だよねっていう風になっていった流れもあります。だから皆さんはとにかくね、このコロナを舐めないようにしてください。出ないようにしてください。 OK ですか。ということで、改めて最後になりますけども、グッドボタンとチャンネル登録ボタンお忘れなくでございます。 OK ですか。それではじゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガザーラシドルパーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time。